アンジェラ・ダーリング・ウェンディもイラー・アンジェラ・ダーリングは、イギリスの作家ジェームス・マシュー・バリーの儀曲、ケンジントン公演のピーター・パン、小説、ピーター・パンとエンディなどに出てくる、ピーター・パンに憧れる少女。ダーリング家の長女、12歳。夢見がちだが、しっかり者の少女で、小説家を目指している。おとぎ話での存在と思っていた、ピーター・パンに憧れる。 ピーターパンの影を縫い付けてやる。ネバーランドに来てからは、迷子たちのお母さん役となる。髪型は、各色のリボンで、ポニーテール、ツインテールにしている絵もある。また、各色のネグリジェを着ている絵もある。名前の由来はバリーに対して、友と呼びかけていた人物の幼い娘がそれを聞いて、ンディなどと発音していたことをヒントに、ヒロインに珍しい名前を付けたいと思っていたバリーが、 創作した名前であると言われている。ピーターパンの物語が執筆される以前にも、この名前は存在したが、非常に珍しい名前であった。この名前はこれをきっかけとして、一般的なものになり、現在は英語圏で女性の名前としてよく見られるようになっている。水色のナイトドレスを着ている。髪色は茶髪で、水色のリボンでポニーテールに結んでいる。 ダーリング一家の三指定の長子、十代前半から後半の少女、ピーターパンの話を信じており、その話を二人の弟であるジョンとマイケルにしている。そのことで父親からは苦々しく思われており、年齢上そろそろ一人部屋で暮らすべきだと言われている。しかし、本人は大人なのだから、女性なのだからという価値観を押し付けられることを心よく思っていない。一方で、 年頃の女の子らしく、ピーターに思いを寄せているところも見られ、ピーターが人魚たちやタイガー・リリーと仲良くすると嫉妬することもある。また、自らもティンカーベルに嫉妬されている。情の深いところがあり、ピーターがミスター・スミーにフック船長を狙撃させるなど、残酷なことをすると悲しむこともある。ピーター・パンやネバーランドを夢に見ることもあるらしく、初めてピーターに会ったり、 ネバーランドに到着した時も、夢で見た通りの姿と感激している。当初は大人になりたくないと訴えているが、ラストシーンで自ら進んで大人になることを決意する。ピーターのことは大人になっても忘れていないらしく、にでもピンクの粉を浴びて浮遊する描写が見られる。二児の母として登場している。終盤で、ピーターパンと再会した。ジェーン本名は、ジェーン・モイラ・アンジェラ・ダーリング。 第二次世界大戦という現実の中で夢を見る心を忘れてしまった、ウェンディの子供。本作の主人公であり、ウェンディと間違われ、フックにさらわれることになる。終盤で夢を見る心を取り戻した。ダニー・ジェーンの弟で、本名はダニー・ダーリング。ピーター・パンがいると信じている。エドワード・ウェンディの夫、本名はエドワード・ダーリング。 物語序盤で戦場に向かうも終盤で無事に帰ってきている。服の色は藤色で金色の髪をしている。薄いオレンジ色の髪でピンクのナイトドレスを着ている。金色の髪をしてピンクのスカートを履いている。1時間枠での初回放送版ことスペシャル放送版で彼女はジョージ・ダーリングに大人になるべきだと言われる。寝る際は動物のぬいぐるみを抱いている。 ネバーランドでは、ロストボーイたちのお母さんとして、家事全般を担当、朝食を作ったり家の中の掃除、洗濯などをするなど、世話好きなところから今までのシリーズとは異なるエンディとなっている。ピーターパンに首飾りをもらったお礼にキスをした。ネバーランドに住んでいるうちに、様々なことを学んで成長していった。終盤にてロンドンに帰還した、ジェーン・モイラー・アンジェラ・ダーリング・エンディの娘。 ウェンディからピーターパンの話を聞いており、ウェンディを迎えに来たピーターパンと出会い共に冒険の旅に出る。黒の髪をしてピンクのスカートを履いている。金色の髪をしてピンク色のドレスを着ている。赤い宝石をつけている。スーパーアニメファンタジー版同様、金色の髪をしてピンク色のドレスを着ている。金色の髪をして大々色のドレスを着ている。 金色の髪をして赤い紐付きのピンク色のナイトドレスを着ている。映画、ピーターパンでも小説家を目指している少女として登場している。ちなみに、海賊になった時の名前は血染めのジルである。ディズニー版と同じ姿をしているが、全体的にアレンジされている。ありがとうございます。